皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは Q&A、 目元シャンプーの洗い方について。本日も皆様からお寄せいただいたコメント欄への質問の中から、非常に質問の多い、ものを選びましてご紹介させていただきたいと思います。本日のご質問です。先生ご紹介の目元用シャンプーの洗い方ですが、目を開いて洗ってもいいんでしょうか。ありがとうございます。この質問非常に多いんですね。コメント欄でも複数いただいてますし、私が外来を行っていても患者さんからよく聞かれる質問の一つです。早速回答に行きますね。答えは丸。目を開けても洗っても大丈夫です。それはですね、目元専用っていうところが大事でして、例えば普通の洗顔料、お顔を洗うため用の、洗剤ですとか、そういったものですと目に対する安全性、例えば目に染みないかとか、界面活性剤の量とか、そういったものが確認されていませんので、ぜひ皆さん目を開けて洗うときは目元専用シャンプーで洗ってくださいね。で、目元専用シャンプー複数出回っておりますが、ライム研究会で監修しましたこのマイボシャンプーというものですね。これはもうメグスティとほぼ同じ成分でできておりますので、目を開けて洗ってもほぼ染みません。個人差がありますが、私なんかは目を開けて洗っても、全く染みないというふうに思っています。で、私の患者さんも時々お尋ねしますが、ほぼ染みないとおっしゃってる方が多いです。もちろん個人差ありますし、たまにはアレルギーを起こして目が逆に赤くなっちゃったという方もいらっしゃるので、最初お試しされる時はいきなりバンとたくさんの量入れないで少しずつやってお試しいただければというふうに思います。目を開けながら洗うってどういう意味かと言いますと、上まぶたのまつげですね、これは目を閉じながらもちろん洗っても洗えると思うんですね。こうやって目を若干閉じ気味に、ただこの下まぶたのまつげの根元、ここを洗おうと思うとどうしてもですね、若干目を開けて洗う形になると思います。別に無理して目を開けながら洗ってくださいということではなくて、まつげの根元を洗おうっていう意識の中で若干目が開いてしまって、それで目の中にシャンプーが入るのは大丈夫ですよと、そういった意味です。本日の動画がためになったと思われましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。